オットーフォン・ベートリンク1904年4月1日は、ロシア生まれのドイツ系のインド学者、サンスクリット研究者。ベートリンクが編纂したサンスクリット大辞典は、現在でも最大の規模を持つ。ベートリンクは、ロシア帝国のサンクトペテルブルクに生まれ、1833年にサンクトペテルブルク大学に入学して、東洋諸言語を学んだ。1835年に、 ベルリン大学、1839年から、ボン大学で学んだ。1842年に、サンクトペテルブルクに戻り、帝国科学アカデミーの会員に選ばれた。1868年からイエーナに住んだ。1885年には、ライプツヒに移り、そこで没した。ボン時代に、パーニニの文法を注釈付きで出版した。 晩年にもパーニニの文法の審判を翻訳付きで出版している。主張のサンスクリット大辞典はベーダを専門とするルドルフ・フォンローとの協力を得てサンクトペテルブルクで出版された。インド神言集やサンスクリット特本も編纂した。他にカーリダーサ、シャクンタラー、シュードラカ、ムリッチャカティカー、ダンディン、カービア・ダルシャ、チャンドーギア・ウパニシャット、 ブリハドアーラニヤカウパニシャットなどの工程、翻訳がある。サンスクリット以外には、サハゴの研究所も出版している。ありがとうございます。